はい、この前手の位置が手の位置、うん、同じところに戻ってくる。おお、これね。そう、うん、あの長くなるなと思って、はい、その時聞かなかったんだけど、あれどういうことか詳しく説明してほしいなと思って。自慢になるけどいい？いい、自慢でいい。平井弘明のワンナップゴルフ。クラブって、うん、その前も動画で言ったけど、この雷角ってすごい大事ですよって言ったら、この雷角、例えばこうトーダウンしてたらボール右行きます、うん、こうヒールダウンしてたらこうボール左行きますっていう単純な雷角ってあるんだけど、もちろんこうインパクトの時にまっすぐ当たった方がまっすぐ飛びやすいですよっていうことなんだけど、アドレスの時にこうやってピタッとまっすぐ構えてるじゃない。で、まあ多少なりともトーが少しアドレスの時は浮くのよ。それはインパクトの時にトーダウンって言って、シャフトが下にこうやってしなるから、こういうふうに、そう、こういうふうにね。だからちょっと浮いてるのがピタッときますよっていう、うん、ことなの。だからアドレスの時には少し先が浮いてるんだけど、この前僕が言ってたのは、このアドレス取ったこのグリップの位置、この位置に後ろからこう丸を作って、アドレスの位置に手がこうやって戻ってきますよっていうことを言ったんだけど、ってことは戻ってこない人が多いってことなんだよね。うん、それはクラブがインサイドから来て手が体から離れて手が浮くからってことなのよ。そう、これがこうなってます、これがインパクトゼロですよっていうことなのね。あ、そうなんだ。そう、だから手元が変わらないのよ。そう、だからこの何球かちょっと打とうか。手元が浮いたらもちろんミスが出る、連動する動きがね、いくつかあるって前も動画で言ったけど、ちょっとじゃあ3球打とうか。本当に浮かねえのかっていう。多分これも浮いてないと思うんだよな。今ちょっと3球目ちょっと微妙なんだけど、2ミリ浮いたかなって感じなんだけど、でも多分ほぼほぼ手元が戻ってきてると思うんでね。あれって理由として左脇をちゃんと締められてる、左肘が曲がんない、要はこうやってあげてこうやって戻るから浮きようがない、距離が変わらない。そう、変わらない。で、左腕が体と同調してて、それに対してしっかり右手でこうやって押してるから浮かないんだよね、絶対に。そう、クラブがこうやって入らないから、うん、そう、だから手元が戻ってくるから安定してる。同じところに手が戻ってくるっていうのは、うん、安定感につながる、つながる、つながる。そう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 、そうだね。自慢じゃないね、ちゃんとしたことだね。そうだね、うん、そう、これはすごい大事なポイントなんだよね、うん、だからよくこうやって棒を置いて、うん、これ当たんないようにこうやって振る人なんかもいるのよ。あ、そうなんだ。棒を刺してね、うんうんうん、で、これここにこうやって当たんないように、手が浮かないように、手が浮かないように、そう、だそういう練習なんかも取り入れてもいいかもしれないね。手が浮くと上体が起きてクラブが出るんでしょ。そうそう、本当に連動するから ね、うん、だからあの例えばこうやって喋りながらざっと構えてこうやって打つじゃない。で、ああいうショットなんかもなんとなくこうまっすぐ打てたり、そんな変な球が出ないっていうのはやっぱりその手元がこうあんまりずれないからなんでね。とにかくそのクラブがこうダウンスイングでこうやって寝たり、そもそも寝る理論を入れてる方は浮きやすいから、こうやって手元をこうやってねじって今やる理論なんかも増えてきてるんだけどね、うん、まあそれはそれでいいんだけど、なるべく浮かない方がいいよね。浮いたらやっぱりミスが出やすいからね、うん、だから手元をこうやってこういう状態を常にスイング中に作っといてあげることはすごい大事。
こういうふうに、こういう状態を常にこうキープする。これ要はアプローチのざっくりトップはもう間違いなくこれだから、うん、こうだ。そう、本当はこうじゃん、ここにこうやって戻ってこなきゃいけないじゃん、なのにこうやってなるから、そっから戻そうとしたらヘッドがこうやって前に行くでしょ、だからシャンクとかとざっくりとか出る、こうやって手が浮くからね。そう、ここの位置にこうやって戻ってきたら絶対出ないじゃない、うん、でもあれがこうやって浮くからね、そうこうやってで、こうやってヒールが出て浮くからこうやってシャンク出るの、うん、ずっと打てるよシャンク手浮かしゃいい、そう手浮かしゃいい、当たっちゃった、当たっちゃった、そうだ、この位置にちゃんと手のポジションにこうやって戻ってくる。それはじゃあそういうの打っちゃう人は浮かないように同じとこに戻そうとして練習するんですか。ね、それってね、そこ直すことになっちゃうね、難しい、うん、脇直した方がいい。あ、そうなんだ、うん、左脇、はあ、左脇をここはまず何もしなくていい、でバックスイングを上げるときにヘッドはインサイドに、絶対ヘッドはこうやって持ってっちゃいけないから、このまんまの状態で左脇を締めながらこうやって、こうやって体と左腕をこう同調して9時のポジションまで持ってくるのよ、こうやって、でこっからまた3時まで左脇を締めながらこうやって持ってくん、したら手浮かないから、浮けないから、こうやって、そうずーっと左脇をこうやって締めて、こうやってボディータン、ボディータン、ボディータンの 動きは絶対入る。そう、それに右手の、これはボディ、要は今無職の状態ね、うん、そっからショットに仕上げるよ、したらこの状態に右手をブリーンって使っていけばいい、こうやって、要はこの状態だから別に何をしてもしなくても変わらないわけ、うん、でも右手を使わない状態だったらボディーターンで終わるわけ、うん、でも俺は右手を使ってこうバチンって押すでしょ、だから別にこうやって閉まっててもそれは何もしないんで影響ないから、浮くんだったらこういう状態に対して普通に右手で押してあげる、こうやってこの状態を作ってあげる、こうやって、うん、あれはやってあげた方がいい、そしたら手元は浮かないから、多分今のもね、手元は多分変わってないと思うんだよね、うん、ただこうピンって張りすぎるとこうやって伸びるから、それだけでも浮いちゃう。ああ、そっか。難しい。難しい。あとはグリップの仕方にもよるんだよね。こうパームで握ってこうやって握ってる場合は浮きやすいから。そう、こうやって90度でこうやって腕に対してこうやって握る場合はこう角度をキープしやすいから浮きづらいっていうのもある。あとはアドレスであんまりハンドダウンしないことだよね。ハンドダウンにしてちょっとでも浮いたらもうダメじゃない、うん、だからこうあんまり浮かせるのも良くないけど、こうストーンとこうなりにこうやってアドレスを取ってあげるといいかもね。こうやってあんまりこうやってやんないで、うん、ストーンとまっすぐぐらいにするイメージでやったら多少浮いても全然問題なく打てる、うん、そんな感じかな。それの何が自慢だったの？ここに帰ってこれるぜっていう自慢だ。そうそうそう。あ、そういうこと？なかなか帰ってこれる人は少ないからってこと。あ、そういうことなの。そう、意外となんかネタになっちゃったな。ただの自慢で終わろうかと思ったけど、あれでもあれなんじゃなっけ、それ意識したことないんじゃないっけ、したことないから自慢なんじゃなくて、
クソ練習したそうなの、うん、学生の時とかね、もう最初浮いてたから、あ、そうなんだ、うん、浮いてたから、その浮かないようにすると、うん、手元なのにクラブを浮かないようにしてこうやってやるわけよ、余計浮くのよ。へえ。そうで、あとはこうね、それに当たんないようにのスイングになっちゃう。だからドリルって強制ドリル、うん、やることのドリルはいいんだけど、強制するドリルってそういうところも落とし穴、うん、そう、例えば俺ボール挟むじゃない、うん、ボール挟むのもボール落とさないように打つスイングになっちゃうから、ダメなんだ。そう、ナイスショットのためのドリルとしてやってんのに、挟んで落とさないようにの方が意識が集中するからダメなの、ダメな練習。難しいでしょ。意識が難しい。そう、やることが難しいんじゃなくて、どういう意識で、うん、そう、難しい。そうだから、ドリルとかナイスショットのための何々ってあるでしょ、うん、それはそれでナイスショット打つための練習になるから、うんうん、あの良くない練習は、うん、それがもう絶対ダメ。そう、うん、ナイスショットのための何々になってれば OK。 なるほどね、うん、それだけをやろうとすると違うことになっちゃう。そうそれはもう良くない練習方法でも結構あるね。そうだから、その当たんないようにすればいいだけになっちゃうから、変な感じになっちゃう。そうそう、ちゃんとそれでナイスショットが出るために やらなきゃいけないじゃない。そうだから結果も重要なんだよね、うん、こうボールも落ちなきゃいいやとかじゃなくて、これも当たんなきゃいいやじゃなくて、そうか、うん、そう、ちゃんとナイスショットが出なきゃいけないから。最初なんかそうこれぐらい、うん、こんなのさ絶対当たりっこないじゃん。当たるわけないじゃん。だってさ、こうやってやるスイングなんてないじゃん。ないだけどさ、うん、これなのにこれ気になってたから。あ、そう、絶対当たんないところに置いてんのに気になっちゃうから、それでこうやって打ってたから最初、怖えって言って。あ、絶対当たんないのにね。だって20センチも空いてんのに20センチ浮くわけないじゃん。ないね。うん、なのにもうそれが気になってたから。あ、じゃあそれでも強制になるっていうか。うん、なるなる。だから絶対当たんないところから始めた方がいい。ちょっとずつでいいの、本当に。確かに、うん、意識がほんのちょっとできるところでいいから、うんうんうん、やってあげてもいいよね、はい、無理にもうこんなカツカツなところにやる必要ないから、うん、あとはね、芯に当てるっつって、うん、大事なものとかここに置いて、うん、そう、でも、うん、芯で当てる自信はあったから、うん、芯に当たってボール打ってたらこれには絶対当たんないの。そうだけどそういうので打って、うん、こうプレッシャーをかける練習なんかもしてた。はいはいはい、ああ、そうだ、いろんな練習もしたけど、うん、そう、でもそのドリルの危険性っていうか、落とし穴っていうのはあるね。だから手元っていうのはなるべく浮かさない方が良くて、うん、でその浮かさないための練習っていうのはいろいろあるけど、うん、まあ、注意点が必要っていうことを、うん、まあ、やっていただいた方がいいよね。でその手元が浮かないと安定感につながったり、その球筋のやっぱりブレがなくなるんでね、来角がまっすぐ戻ってくるし、さっきも言ったようにこう浮いてたらゼロに戻んないから、これを手元が下がったらインパクトゼロに戻りやすいからっていうのもあるのよ。あ、うん、だそういうためにもなるべく手元っていうのは元あった場所に戻ってくること、まあ、クラブもそうなんだけど、全てなんだけど、手元なんかも直接クラブを握ってるものだから、アドレスのところに戻ってくるように練習を、ちっちゃいパターからでもいいんでやった方がいいね。パターでも浮くから。パターだったらなんかできそうな気ですけど ね、うん、最初本当1メーターとかでもいいから、うん、ちゃんとこう元あったアドレスの手の位置にちゃんと戻ることが大事だから、それやっていただいた方がいいね。で今回はですね、手元が浮く、浮かないとどうなる、浮いたらどうなるという動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。